コミコンインターナショナルは毎年7月か8月の4日間アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴなどで開催される漫画などの大衆文化に関するコンベンションの大規模イベントを運営する非営利団体。コミコンは発祥のサンディエゴ以外にもニューヨークやフランスアジアなどアメリカ以外の国の都市でも毎年開催されている。 1970年ゴールデンステートコミックブックコンベンションとしてシェルドルフラによって創設された。当初はコミックや SF、特撮ファンタジー映画などが中心だったが、年を追うごとに文化の幅を広げ、2008年には1日に約12万5000人が来場するコンベンションに成長している。1991年以降、毎年にわたって別の非営利団体が管理する。 コンベンションセンターで行われており、少なくとも2012年まで続けられることが2008年に決まっている。2020年4月17日、主催者は2019、新型コロナウイルス感染拡大を理由に、同年7月にサンディエゴで予定していたコミコンの開催を中止すると発表した。ありがとうございます。